中国でですね、30代の男性が、何を思ったかですね、ペットボトルの中に自分のあそこを入れてですね、そしたら取れなくなっちゃったっつってね、本当にですね、どうやっても自力じゃ外れなくてですね、病院に行ったんですけど、病院だとペットボトルの本体はね、こう取ることできたんですけど、入り口の硬いやつがどうしても外れなくてですね、結局消防に通報してレスキューを要請したっていうね、でまあ無事取れたんですけども、男はですね、1時間以上ですね、もうあまりにも痛みにですね、のた打ち回ってたっていうんですね、まあ外れたらですね、あそこが非常にこう腫れ上がってたっていうんですね、ペットボトルですけども、あっちの方は瓶缶なんですね。ねずっちです。ではまた。